どうも、1番風星影のワルツ。咳が出るのは辛いけど、熱が出たのがなお辛い。ここに押しかけた検査をしてよ。あんなに手洗いしてたのに、あんなにマスクをしてたのに、陽性だったら遊びに行くぞすいません、どうも。いいんじゃない？エキセントリック中川発車します。出発進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なあきんど仲間と一緒に博多南駅1階、ここどこでやったらいい、スタジオから、中市レディオシンジケートに乗せて30分間、春風亭流昇を知らないあなたにお届けします。さて、ご挨拶を。こんにちは。いや、めちゃめちゃ暑くなったね。これからまた暑くなるんやろ。そうっすね。もうあの丸さんのオープニングでね、やっと涼しくなったけど。ありがとう妙さんでいや、もうほんと妙さんと一緒。あの今日暑かったけど、しかも俺今日俺もチャリンコ乗ってきたよ。あー、そうなんや。でもね、今のでね、ちょうど良くなったちょうど良くなったありがとう。ひとちゃん名前言ってなかった。ひとちゃんです。イエーイ。今日ちょっとお昼ご飯食べそびれちゃって、腹ペコ忘れです。イエーイ。忙しかったらしいで。石田純一はなんか治ったんだってね。あれきっとね、日本のね、男性のね、8割ぐらいはね、なんだこりゃと思ってたんだと思います。丸さんです、よろしくお願いします。ちょっと何言ってるかわかんない丸さん、本当コロナに取り憑かれてるよねまあでもコロナの話題をいつも暗くするなって言ってるのにいつもしてたけど、今日はなんかちょっと歌はいい感じやった、うん、でもネタはコロナでしょ。うん、そうとりあえず今回サムオで行こうかなと思って。サムオあ、また分かった音がダメだわ。いい感じこれ、 あのあれですか、前回の焦点から引っ張った感じですか。あ、前回の良かったね、あれね。自画自賛やな前回のあのなんだっけ、中川とかけて、ああかけて、ダメだと得みたいな、あれみんなうまいよね。よう考えてきたで。あと改めて聞いてみて、やっぱりすごいですよ。もうみんなでこうね、やり合って最後俺がやるって大鳥がね、あれだもんな、中川わーやもん。違うな、最後シーッが入っとった中川わーしでもあれ面白かったと思います。またいつかね、あのやりたいなと思ってますけど、はい、まあ、とりあえず、あ、そうそう、今ね、あの後ろのはね、あれなんですよ、あの蛍が最盛期。後ろの、うん、丸さん家、そう、オレンジの近く、あの井の丼の近く。今ね、今年はあの中之島公園にはね、見に行かないでくださいっていう。そうやろ。でね、あの蛍でね、あの川が分かるぐらいずっと、あ、蛍が光ってるから、そうそうそう、ここが川だ。そうミルキーウェイ、ものすごいよ。今が最盛期。昨日見に行ったらそれが最高でしたね。もう今が最盛期で、今から下火になってくるでしょうけどね。一回、まあ機会があれば見に来てください。はい、うん、だって猪丼寺はホタル飛び込んでくるって言ってたもん。ホタルが庭にいるって言ってたからね。もう猪丼寺特定されるんじゃないですか。大丈夫ですか。ダメ。怒られますよ猪丼。あ、でも猪丼フェイスブックに上げてましたね、確か。あ、上げとったろ、ええ、それも言っちゃダメでしょ。何
何何いやもう次行っちゃおうかな結構まだ時間余ってますよ、うん、じゃあ次行きましょう、うん、次の時間たっぷり取りましょうか、はい今日はこの5人でお送りいたします。エキセントリック中川いいね、展開曲がキレがいいよね、うん、もう全部自画自賛やねそれなんか自画自賛やね自画自賛と言ってくれサモね、ご唱和ください。いや、喜んで随分反対派が反対派が多くなってきたよ、反対派がさせーの、中川愛を語ろう。ここはよかとこばーい。梅雨やね。これバイバイキーじゃない。何の音今？それわざわざ海洋とかやん。違う。もう一回なるか。ゲロゲロ。よしで。面白い。ちょっと伊藤ちゃん任すわ。あ、そうそう。今日ゲストに来ていただいてるんですよ。え？スペシャルゲスト。マジで？マジです。ちょっと案内というかですね、中川をお持ち帰りと銘打ってですね、今そのコロナに立ち向かおうみたいな流れで、うん、地元のお店を応援する形でですね、うん、このテイクアウトって流行ってるじゃないですか、うん、それのこう情報サイトを立ち上げられて、うん、この方がですね立ち上げられて、なおかつ親父たちを集めて、うん、テイクアウトのみならず、うん、デリバリーでもう運んじゃえみたいなので、デリバリー隊まで立ち上げたスペシャルスーパーの人がいるんです。この方です。徳さんです。イエーイ。こんばんは。こんばんは。いや、こんにちはなんですよ。こんにちは。あ、こんにちは。木曜のお昼なんで素人です、すいません。こんにちは。こんにちは。自己紹介をお願いいたします。ちょっと私が喋っちゃいましたけど、伊藤さんが言った通りです。言った通りです。もっともっとこう詳細に熱い思いを。あ、そうですね、今紹介いただきましたように、まあ、このコロナのですね、大変な時期に、まあ、飲食店を中心に応援したいなというふうに考えまして、うんうんうん、テイクアウトのまとめサイトみたいな、ホームページを立ち上げて、今ね、店舗だと50店舗ちょっとで50店舗、中川のお店ですよね、当然。あと近辺と近隣の近辺、ね、南区とかね、そのサイトを見るとその50店舗がもうすぐ分かっちゃうと、こんなメニューがあるよって、うんうん、いや、あれ便利、だいぶ利用した。あ、そうですか、利用した。なんかどうやって、なんかどうやって検索したらいいんですか。中川スペースお持ち帰りっていう、おお、あのホームページですか、うん、はい、うん、ああ、あれ、いや、見てますよ。おう、見てる見てる。それでググったら一番上に出てきます。へぇ、うん、そうなん や、 うん、いや、あれきっかけに初めて利用したお店もあるし、うん、あれ便利便利、うん、そうですね、うん、メニューが載ってるのが一番、私もこう自分で作っときながら、なんか食べたいのあるかな、あれを見て、うん、ですよね、メニュー で、ね、料金もちゃんと書いてあって、うん、あ、そうなんや。じゃああれ作りましょう、次はウーバーグルマ。もう放送事故レベル、ね、ちょっとよく聞こえなかった。ウーバーがどうしたんだ。ウーバーグルマ、おばあちゃんがこうしてるやつ。ウーバーグルマ。デリバリーは今何人でされてるんですか。流されてない。もういや、そっちで時間取ったらもったいないから。もうウーバーグルマはいいですか。はい、いいです、いいです。いつまで経っても流しといた方がいいです。いつまで経っても届かないんだから、それもね。やめなさい。はい、今デリバリーは何人でされてるんですか。ですね、コアメンバーは4人でやってますね。うーん、はい、で、まあ、お手伝いに来ていただく方が3、4名。伊藤ちゃん手伝いよね。そう、そのお手伝いメンバーの一人ですね、うん、はい、うん、もう強力な夫婦で、いや、もうできる時にですね、微力ながらやっております、うん、土日ですもんね、はい、土日中心にやってます。でも4人、まあ、プラスアルファぐらいでこう手が回らないみたいな感じにはまだそこまでは、あんまりこう注文が殺到することもないので、意外とこうのんびりというか、
いい感じにこう時間帯がばらけてですね、回ってます。あつみん利用したんよね、デリバリーを2回使わせていただきました。私もデリバリーのお手伝いをさせていただきながら、そのお昼の時間帯に家にいる子供たちがピヨ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 言ってたんで、自分で頼みました。そして自分で届けました。そうなんだ、便利なんですよこれ、子供も喜ぶ。普通だったら、ね、南畑とか西畑ってあのピザとか来る？ピザ来ない。そうで、西畑とか南畑も行かれるんですよね。本当に西畑来てくれるんですかって結構何度も確認しました。で、あれでしょ、そのいろんなお店の頼んでピックアップして持ってきてくれるんですよね。3店舗ぐらい、ミックスでお願いしました。これなんかやり始めて、なんかこう反応はどうですか、持って行った先の。そうですね、今おっしゃったように南畑とか結構今までデリバリーが来てなかった地域に、はいはい、からまあ驚かれるというか、本当に来てくれたんです。で、まあ、リピーターになってくださるお客様も結構いらっしゃって、かなり喜んでいただいてるっていう感じですかね。ごめんなさい、いつか。で、例えば初めは5月の6日までで、その後5月31日まで伸ばしたんですけど、6月はどうするんですか。やっぱりそうなるでしょうね、聞かれるんですよね、もうやめちゃうの。で、まあそういう質問されると、ですね、やめますとはなかなか言えず、ずるずると。いや、ずるずるってあまり言葉が良くないので、今からほら高齢化社会じゃないですか、はい、反対にも買い物に行くにも足のない人っていっぱいいるから、そういうところで絶対プラスですよね、中川とかは。だから、ね、本当いいことやなと思うんですよ、絶対続けてほしいですけど、続けながらなおかつこう今後特産的にはこうしていきたいみたいなこう展開があるんですか。そうですね、まあ、今はこう基本ボランティア無償でやってるんですけど、まあ、なかなかそのガソリン代とか、全部、まあ、手弁当でやってるっていうところもあって、少しこう続けるのを考えたときに、まあ、あんまりこう多くではなくて少しお金をもらいながら、デリバリーっていうのを続けていきたいなとは思ってますね。まあ、今そこをちょっとお店さんとこう、相談しながら、だいたいいくらぐらいがいいのかとかっていうところを今ちょっと詰めているところですね。やっぱりウーバー車が必要ですよ。あら、誰もまだ言うの。それね、なんか欲しい情報じゃないから、聞いてる人が。欲しい情報を聞いてる人に届けなきゃ。申し訳ない。ウーバー車ってあのいいですね。ほら食いついてくれる人もいるんだよ。もうオチが決まったところで採用。そろそろ、はい、もう特産的には採用。実は明日から三輪のバイクがあるじゃないですか。はいはい、よくほらピザ屋さんとかピザクックとかが。はい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 、あれが我々のデリバリーにも実はデビューします。買ったんですか。買いました。そしたら少々の雨でもね、近くだと行けますよね。そうですね、はい、ありがたいな。ですから、オレンジと黒のツートーン結構目立つと。あ、色、だから中川市内走り回りますんで。名前ウーバー車でしょ。採用。いや、すいません、わざわざね。いやいや、本当、ね、知らない人にはね、これからどん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 知っていただいてね、広がっていくといいですよね。じゃあ、丸さん、締めてください。じゃあ、これからね、ウーバー車に期待して、違うって。はい、徳さんに期待しながら、徳さんですね、期待しましょう、お願いしましょう。スペシャルゲスト、徳永さんでした。ありがとうございました。では、中川、またまたご賞をください。喜んで。しょうがねえな。エキセンテキココロ。ありがとう。今日はですね、妙さんをね、そう採用したいと思いますので、ちょっと妙さんから説明してもらいます。ただこれ広がるかな。いいやいいや。要はありかなしかですよね。丸か×か、ライブとアーティストのライブとかで
歌ってる時に途中でアーティストがあの客席にマイクをこう向けてお客さんに歌ってもらうシーンありますよね。あるね。ありますよね。あれが丸か×かっていうね。あんまりこうだよね。お客さんの歌は聞きたくないな。本人の歌は聞きたくてね。それそれそれ。だけどね、ちょっとだけならいいんやけど、なんかね、たまにね、見るのはね、丸々一曲歌わせるっていう。さだまさしかって。そんなありますよね。あれね、どう思われますか。好きなアーティスト、何の DVD とか見たりするんですか。で最近思ったのが、まあ前からこう思ったけど、最近特に思ったのが、ここ最近、ほら、ステイホームで、でいろんなアーティストがライブ映像を YouTube で無料公開と ね、上げてましたね。うん、そうそう。だね、スーパーフライも上げとって、あ、見ました見ました。で俺もずっとね、スーパーフライ好きやから見よったよ。たらあるなんかのライブの時にアンコールで出てきて、でアンコール丸々一曲お客さんがアンコールしてるのに、はい、そうお客さんが歌ってるそうだって聞きたいんやろとスーパーフライの声で聞きたいんやろとじゃしかしそのお客さんすごいね、スーパーフライの歌が歌えたんでしょ。あのまああんだけ大勢ではごまかせるでしょ。ああなるほどなるほど、うん、いや俺はやっぱねアーティストの声で聞きたい歌だね。だいたいアンコールって、うん、アンコール用になんかとっておきみたいなだいたい撮ってある。そうそれ歌った方がいいんじゃないですか、ね、そう、うん、だからね、でもねその歌はね、その中でもやっぱ一回歌ってたんよ。それはやっぱそこは考えてはいたんよね。だからもう一回この曲をって言って、そして皆さんに歌ってもらいますって言ってマイクをこうね。あ、まあ、でもやっぱりね、本人の声で聞きたいっていう、まあお客さん嬉しいだろうけどね、だったとか乗ってるとかって言ったら。そうどう思います。ゲスト徳さんまだいらっしゃいますんでね、一緒にね、会場も一緒にこう盛り上がるっていう面ではいいかなと思うんですけどね。確かにだから部分的にこう、そうね、部分的にこうあるんやったらいいけど、なんか丸々一曲ってどうなのって。まあなんかこうみんなでね、こうわーって例えばこう長渕剛のトンボとかでおー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 。ああなるほどなるほど。わかるわかるわかる。あと村田秀夫の王将とかね。風景ば誰も。まあじゃあそろそろ撮ったりしていいのかな。まだ早いか。うん、いやいいっすよ。いいと。うん、うん、じゃあ。キトピもですよ、丸かバツか出してくださいよ。あ、徳さんもお願いします。みょうさん、撮ってください。あ、俺、アーティストが、客席にマイクを向けて歌ってもらうのは丸かバツか、どうぞ。せーの、おわ三角もおる、三角、丸かバツかっていうので三角がおる。みょみょうさんと私がバツで、はい、丸さんとみょうさんがバツ、バツで、キトピーと伊藤ちゃんが丸で、あつみんが三角で、徳さんは丸、徳さんは丸、まあ丸の優勢とかね、50杯ぐらいね、優勢、時と場合によるっていう、時と場合によると、まあそこ、まあでも結局ね、これね、大したことじゃない。自分がふっときながら、これ温めてたネタみたいな感じ。ということでね、もう次行っていいっすよ。じゃあ展開シェ。エクセントリック中川。いやー、このコーナーあれですね、個人のコーナーですね、駅伝スペシャルコーナーということで、今日は丸さん、丸さん今日なんかちょっとたっぷりめに取れますよ時間。そんなないのに。いや、丸さんの暇人イマジーパフ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 。もっと温度が下がるんですね。あ、後であのなんか入れてそっちありました。こんなタイトルでしたっけ。いや違います、急遽考えました。絶対温めとったって。いや、イマジンこれいいかも。私的にはしっくりきますけど。ありがとうございます。いや、この前ね、クローバーであつみんと話してて、すげえ盛り上がった話があってね、うん、
今年から9月入学だとか詰め込み式になるとか8月丸さんマイクがまたほら下がっていく夏休みがさあの短くなるとかって話があったじゃないですか、それでほらそれってさ9月にするにしてもごたごたしてるからこれってもう教育のシステムの問題じゃないかなって話したじゃないですか、あんまり覚えてない、まあ、丸さんとの会話は軽く流されてますよね、あそうね酒も入っとったから違うか、まあそんなことってね、でだけいろいろそう考えてさこれうまくいくためにどうすればいいかってことをずっと考えてたんですよ、もう寝ても真面目なことを考えたんですか、そう寝ても覚めても考えてたんですよ私そしたらさ、いやいや、そもそもね、あの学年とか楽器とか、それって一体何だろうと思うんですよね。もともと、そう言ってたでしょ、これって実際にいるのって、日本のシステムに。だから、例えばですよ、あの1年から3年ぐらいはそれはもう基礎の基礎だから、それは先生がちゃんとついて勉強しなきゃいけないけど、実際ぐらいになったら、勉強ってプログラムで、全部どの映像を見ろどの映像を見ろどの映像を見ろっていう風にやってってそれを全部単位制にするで試験受けて取ってでその子の学力がここまで来たここまで来たっていうのは全部がシステムであの確認ができるそういうのを作っといてであとはね学校とかもね行かなくていいのかなって思うんですよもったいない行く時間がで例えばあのスポーツとかコミュニケーションという授業があってそれはみんなで集まってやんなきゃいけないからいつのは何時に来なさいとかっていう形でやらせるとそれ以外の授業は全部がその単位制ですから例えば先生ってね今すごい疲れてるじゃないですかでそういう問題もあるしいい授業ってやっぱりどっかの誰かはすごいいい授業してるはずなんですよそういうのを全部ビデオで撮っといてそれをみんなにやらせる見せるでダメなところは先生に直接オンラインだとかズームとかで話をしてちゃんと分かるまで教えてもらうそうすれば全部おのおののスピードでね授業ってねついていけるんじゃないかなって思ったんですよそういうとかあとは本当にやりたいことやりたくないことって出てくると思うんですやりたいことだけを特化してやらせる例えばあの料理が好きだとか図工が好きだとか、ね、運動が好きだとかっていう授業があればそれがあったらそれでどんと単位を上げてそっちでご飯が食べれるようにしてあげるで日本の教育自体は今も平均的にみんながあのある一定になろうという教育じゃないですかそれをねもうこの時期に一斉に変えてしまえばいいんではないかなと私は思いましただから文科省とかはプログラムの開発とねあとデータの確認それからそのそれをねちゃんとやっとけばいいんだそれで今からほら英語とかもさ小学校3年生からさ ABC 習わせとか言ってるじゃないですかローマ字とかねあんなくだらないですよもうやめた方がいいですよ英語とか今はもう直で機械がかあの通訳してくれるんだから無駄だと思いますだからそういうのもやんなくていいと思ってますよだからいることだけをやらせてどうかなと思いますよね例えばあの予備校だとか専門学校とかもだいたいそういう感じですよね今やりたい授業をどんどんやらせていくで先生もさそんなせんでいいよもう先生ってきつい三王やったっけなんだっけ大きな責任王兵の態度違うなんだっけなんかそんなで自分で勝手に決めたんだけどねもう大変だとだからもう今先生なんて憧れの職業ではないもんきついばっかりだからそんなもうやめちゃえよってでそれを先生はちゃんとコミュニケーションだとかなんとかの方に力を入れてやれるそういう力を出してもらった方がいいのかなっていうふうに私は思うけどねってすっげえ面白くない話しちゃったな何分だっけ珍しく真面目に喋ったねどうしたなんかスイッチが今入ってるスイッチ入ってマイクが全然下がらんかったちゃんとできるやんじゃあまだ時間あるやったらもう一個話すよまだ全然ありますよあるじゃ あ梅雨になりましたね皆さん今の話に対してのディスカッションはないもう今のはスルーでいいんですかスルーでスルー今の話いや どっちでもいいっすよ自分はそう思うけどなんかどう思いますか？いやもうわそんなやってみなってわからんから。あの梅雨で思い出す話が一個あって、これあの滑らない話だけど滑った話なんですよ。いやこれね話していいかどうかねすっげえ悩むんですよね人権に関わるのかな大丈夫よねあダメだったらブーって入れておいてください。放送時間が短くなったかもしれない。あ、分かった。あ、じゃあ1分で話す。いや今から言う
こと次第ではね。そうですか。専門学校の頃なんですよ。だから今から20年ぐらい前になるかな。そんなんなんだろうな。で、教務室に私いたんですね。先生を、先生をしようと。先生やってた時に、そうね、やってらっしゃったところじゃないですか。してたんですよ。そしたらね、女子学生がたけーって教務室に飛び込んできて、何々ちゃんがね、階段、あそこの階段大理石だもんね、大理石の階段から落ちて頭を打ったよって言われたの。おそれやばいなって、俺駆けつけて救急車呼ぶかどうか見て、でいや大丈夫歩けるなと思ってタクシーに乗せて運んでったんですけど、なんとか病院っていうところにね言おうかなと思って、いいや行かなくて、丸田先生が自ら救急車呼ばずに連れてったんですよ、はい、その時ね、お前大丈夫かって言ったらね、結構ろれつが回ってないんですよ、ヘロヘロなの。あ、やばいじゃないですか、やばいなこいつって思ってさ、本当にね、だけあすいませんお願いしますと病院に駆け込んで、レントゲン取ってください、 CT スキャンしてください、全部やって5時間ぐらい付き合ってたこれ、はい、それでね、夕方、夜ですね、夜に学校に帰って、なんとか病院にこんな感じで大変でしたよって話をしてたんだけど、そしたらね、友達が待ってるんよ、そこに、うん、学校にさ、うん、で、あれ大変やったねとか、大変だぜ、あいつドレツが全然回ってなくてよって、あ、先生、あれ普通からあれですって言ってた。それがオチ？普通からそれって言われて、なんだ俺、あいだけ心配したのに普通からそれってびっくりした話。キトピーの SE でちゃんない、それ入れてほしいぐらいちゃん気が済みましたリーダー。もういい頃もういい、すいませんね。また後でここで2分ぐらい喋りますよ、丸さん。メールがないし今週。え、何もないと。なかったよね。なかった。よく喋ってよ。喋り疲れとる。めちゃめちゃ喋りましたよね。今日ゲストで来ていただいた徳さん、ありがとうございます。どうやったら、まずインターネットで検索したらいいですね。そうですね、欲しい料理と、まず料理を決めていただいたら、そのお店に電話をしてください、はい、で、宅配お願いしますっていうふうにお願いされると、その情報が我々の方に来ますので、はい、ご指定の時間に料理を取り、お店に取りに行って、はい、お宅まで届けるっていう、手順になってます。え、複数のお店頼みたいときは、複数のお店で頼むんですけど、はい、っていうふうに断りを入れてもらって、はい、それぞれのお店に電話していただく、はいはい、ほう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 、したらそのお店側から、どこそこどこと一緒に届けてくださいっていうふうに我々に連絡が入るので、はあはあ、一番で管理するんで、このお客さんが3つ頼まれてるなって、もう分かるん、 A と B と C を頼まれてて分かるんで、なるほど、はい、まあ、とりあえずね、一回注文しましょう、皆さんしてください、丸さんも私も一回しましたよ駅線に届けてもらったのね。あ、そうね、駅まで届けて、うん、いいよ、あ、ちなみに夜もやってます。おー、イエーイ、ありがとうございました。ちょっとパーソナルエデュケーションについて話しましたけどね、ごめんなさい。お腹減った。また次週お会いしましょう。よかったよリーダー。